着馬にね、大阪杯へのもう優先出走権が得られるって、そういう話も出てきましたね。コース中山になりますけど、中山の、今の情報は、洋芝の生育に不揃いな、箇所が部分的に見られますが、全体的におおむね良好な状態ということですね。そういう発表が出ております。で、はい、天気なんですけど、金土に中山、雨の予報出てて、日は晴れなんですけど、はい、まあ、金土の夜に、まあ、通り雨みたいなのが出てる、丸々1日じゃなくて、金土は両方とも夜に通り雨の予報が出てるんで、この予報通りやったら、まあ、残ってやや重ぐらいかなっていうふうには思いますね。はい、いいメンバーです。はい、はい、いや、いいメンバー出てきましたね。そうですね、かなりいいメンバーですね。はい、うん、総バリアントね、2走前のオールカマーは、シンボサイドという本当アクシデントでね、しんがり負けしましたけど、立て直された前走のチャレンジカップ強い内容で勝って、まあ、2000m でチャレンジカップを連覇してますけど、この1008っていう距離も特に問題ないかなと。なぜかっていうと、前走のチャレンジカップ結構ハイペースやったんですよ。そうです、ね、あれ誰がハイペース取ったんやったっけ？レッドベローブです。確かレッドベローブでした。レッドベローブのハイペースをまあ、もちろん前とは離れてるけど、好位追走でこなしてるので、まあ、私、レース内容ができるんであれば、1008への距離短縮問題ないと思いますね。うん、その前走叩かれた上積みっていうのも期待していいと思いますし、まあ、人気になるのも当然かなというふうに思います。はい、ダノンザキッドは、ね、本当にここ2走の、マイルチャンピオンシップと香港カップのね、この両方の2着っていうのは大したもんやなと思いますね。勝ち身の遅い面は否定できないけど、こうやって舞台変わって距離が変わっても崩れずにいるっていうのは非常に、好感が持ってます。ただね、この馬ね、去年このレース1番人気で7着に負けてるんですけど、その時にレース後の変わった騎手が中山になんか嫌な記憶があるのかっていう変なコメント出たんですよ。そうなんですよ。はい、で実はこの中山でホープフルステークス買ってるんですけど、その後に皐月賞で大敗したんですよね。はい、そうですね。その皐月賞の大敗のイメージなんかわからないですけど、その去年のこの中山記念で負けた時のそのコメントは絶対忘れたらあかんと思いますね。そこを克服できるかどうかに尽きると思います。はい、メンバー的にも力上位やし、実績も上位やし、1008っていう距離も、マイルチャンピオンシップと香港カップの間やねんから全く問題ないわけやから、舞台設定的にはコース形態とかは問題ないねんけど、その中山の変なトラウマみたいなのはそれだけにはどうしようもわからないんで、そうですね、やっぱそこはちょっと気になりますよね。あとそうですね、スタニングローズですよね。うん、前走のエリザベス女王杯の14着っていうのはこれは全然気にしなくていいです。外枠の差し馬っていうのがやっぱり有利でしたし、ひどい道あるで、まあ道あるの経験がなかったってことなので、まあそれは仕方ないです。今回、まあ、先ほど言ったように金曜と土曜の夜にちょっとにわか雨、通り雨予想されてますけど、はい、まあたとえやや重となったとしても、開幕週のやや重っていうのは前走のエリザベス女王杯の主に比較になりませんから、まあ、もちろん両馬で越したことはないですけども、まあ、前走で道あるは空っぺたって決めつけるのはちょっと、前走はもうかなりひどかったですからね、馬場はね。1008の距離っていうのもね、この舞台フラワーカップ勝ちがありますし、まあ、ただこの馬オークスでの2着っていうのを見るように距離は長い方が私はいいと思うんで、まああんまり早い時計になった時どうかなっていう心配はありますね、逆に量の時はね。うん、シュネルマイスターね、うん、1800の距離は大丈夫ですからね、毎日王冠で、はい、出ますね、一回。あ、ダノンキングリー、ダノンキングリを倒したんか。倒してます。ダノンキングリが2着で、そうや、はい、うん、競馬から1800の距離は問題ないですからね。まあもちろん軽い芝の方がいいに越したことはないので、中山っていうのがどうかっていうのはありますけど、まあでも実際ね、まあこなしてるっていう、まあ弥生賞で2着っていうのでタイトルほどこなしてるし、うん、なので、まあ軽い芝の方がベターではありますけど、一応こなしてるっていうのは強みにはなりますよね。うん、まあちょっとね、ここ2走、まあ、特に前走、2走前は、ちょっと窮屈な面もあったし、追い出しを、ね、待たされるところもあったし、まあ、前走の香港マイルは、これね、ちょっとあまりにもショックな負け方やけど、この馬、海外あかんかもしれないですね。ああ、なるほど、なるほど。うん、ドバイもあかんかったからね。うん、確かに。なんて言ってますかね、前走について。うん、海外遠征はもう一つなのか、レース前から入れ込んでいたというコメントやっぱありますよね。まあ、もちろん陣営もつかみきれてないけど、でもドバイにしてもドバイターフにしてもこの香港マイルにしてもあまりにも負けすぎなんで、はい、うん、ちょっとそれは気になりますよね。はい、まあだからこそ国内でやったらっていう話は分かりますよね。うんはい、あと、そうですね、ヒシイグアス、そうですね、前走の宝塚記念、まあ、8ヶ月も空いてしまった、これ、なんでなんですかね。輸送して、美浦に到着したときは、ひどい熱中症やって、生死の境をさまようぐらい、すごいな、はい、入院、そんなんあってんな、入院して回復するのに相当の時間がかかり、冷房の馬房でしばらく過ごした後、涼しい北海道で立て直し、すごいな。へー、まあでも堀調教師って仕上がってない時とかに絶対使わへん人やから、まあまあそれから回復してきたんでしょうね。リフレッシュ感があって気持ちは前向き、健康状態はよくって書いてます。まあそれはいいことですけど、まあ問題は、そうですね、去年このレース勝ってません、この馬よく考えたら、ね、舞台設定全く問題ない。まあ前走のね、あれですわ、宝塚記念であれ超ハイペースじゃないですか。あの2着から、あ、意外に距離伸びた方が良かったんやっていうのは思うので、距離短縮自体は、まあ、去年このレース勝ってるけど、距離短縮自体はマイナスです。あ、おととしね。あ、おととし。でもマイナスです、距離短縮は。でも、まあ、実際勝ってるっていうのはやっぱり強みにはなりますよね。ただ、問題は、おととしとはメンバーレベルは違います。そうですね。おととしはだいぶ弱い。で、ラーグルフですね。うん、私、これ、前走、中山金杯勝った時にも言ったの覚えてますかね。重い芝勝ってますけど、私はやっぱ軽い芝の方がいいと思ってるんですよ、この馬。うん、やっぱ軽い芝での決め手っていうのがやっぱり武器やなと思うんで、まあその中山コースで重賞勝ったね、前走で勝って、あとホープフルステークスでも3着っていう実績があるのは認めますけども、うん、どうなんかな、距離っていうか重い芝どうなんかなっていうのはあります。うん、あんまりピンとこないイメージはあります。うん、まあその2年前のヒシイグアスが中山金杯から中山記念の連勝かな。中山金杯、中山記念です。はい。そうですよね。だからその、まあ、再現を狙ってるわけでなので、まあ、もちろん同じコースで戦えるっていうのは理由はありますけど、私はヒシイグアスは重い芝コースやけど、ラーグルフに関しては軽い芝の方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、あとイルーシブパンサーですよね。前走の内容は強かったですけど、1800の距離やっぱどうかっていうのは一番ポイントにはなりますよね。はい、そうですね。うん、もちろんその5走前のノベンバーステークスで1800の距離勝ってますけど、言っても3勝クラスなんですよね。うん、あとあれか、この舞台ってスプリングステークスの4着があるのか。ああ、なんかそんな気はしますね。見てみますか。スプリングス、オモババスプリングステークス4着、ね。そうそうそう、オモババのスプリングステークス4着あるんですけど、はい、どうなんかね、こればっかりやっぱやってみな分からへんやろな。そうですね。はい。ここでも1008こなせたらドバイターフ行きたいとかあるんかな。ああ、なるほど。っていうのはあるんじゃないですか。ここ勝たんかったら多分選出されへんと思うんで。ちょっとな、まあ、その後のローテーション、これはあくまでも憶測ですけども、はい、うん、まあ、1800試してみて、ね、こなせたらドバイターフ1着賞金4億円ですからね、行くかの、ね、行きたいですよね、そらね。うん、あと、まあ、同船もね、話したいですよね。はい、うん、前走内容を見たときね、前走内容終わったとき、武豊騎手がね、2000長いと言いましたからね、で、1800の距離はね、3走前、2走前の連勝、まあ、条件クラスとはいえ、強い競馬してますし、まあ、先行力ある馬なので、これ、展開どうなってますか？湘南マグマがいますね。トーラス・ジェミニと湘南マグマがいますね。見てたんですけど。まあ、この2頭ってまあまあハイペース作り出す馬なんですよ。そうですよね。うん、なのでちょっとペースは速くなるかもしれないですけど、まあその後ろの3番手という位置には取れると思いますし、そうですね、まあ本当はこの馬瞬発力が武器の馬なので、小回りコースよりは直線、先行馬ですけど直線長いコースの方がいいんですけども、まあ距離短縮するっていうのはやっぱり効果持てますよね。あとはここまで強いメンバーになってどうかっていうのはありますよね。はい、うん、あとリューベックか、3勝クラス勝ったばっかりっていうのがありますけど、うん、はい。まあでもこれそこを見せてないんですよね。そうです。3走前のニュージーランドトロフィーでも3着してますしね、ジャングルの3着ですからね。うん。まあここまで強いメンバーになってどうかっていうのはありますけど、そこを見せてない魅力っていうのはありますよね。これ、マイルを1分33秒8で走ってるから、ある程度の時計勝負も対応できるな。そうですね。はい。まああとそうですね。この中山1008、2002勝でベストの湘南マグマ。ただこの馬ね、昔よりは折り合い面に、進歩が見られて安定性増したんですけど、はい、その分の破壊力は失われてるんですよね。そうですね。そうですね。2走前のディセンバーステークスの勝利もありますけど、このメンバーとここではやっぱちゃうな。そうですね。この成績見てここではね、狙えるかってちょっとね、そうやね。ちょっとちゃいますよね。そうですよね。以上ですね。はい。はい。というわけで、豪華なメンバーですね。たくさんお話いただきました。以上、月曜日段階での中山記念の馬キャラチェックでした。では、本日最後となります。はい、こちら、阪急杯ですね。はい、阪急杯いきます。芝 1400m の G3、1着馬に高松宮記念の優勢出走権ですね、はい、もうほんまに阪神専用の内回りっていうのが、まあ、2週連続で重賞があるっていう、まあ、もともと阪急杯はね、この舞台のレースですけども、はい、はい、まずね、そうですね、グレナディアガーズね、そうですね、この舞台は本当に強いですよね、4走前、2年前の阪神カップで、豪快に差し切り勝ちを決めて、前走ね、去年の阪神カップですけど、18番枠という大外枠からでも花さ2着まで差し込んできます。これ強いですよね。うん、だってダイアトニックは内目の枠で文句ないレース運びをしてたで、ね、こっちは大外枠で差し込んできてるわけやから、やっぱちょっと力ちゃうなっていう感じですよね。そうですね、ここでは結構、うん、これ57キロで出走できるっていうのはいいですね。うん、確かに確かに。なんか G1 も勝ってるし、実績多いからこのままなんか重いっていう。やったらなんか分かるんですけど、同金量で出れるっていうのはやっぱり有利やなと思いますね。はい、まあ人気するのも当然やと思いますわ。うん、これでもすごいな、これもでも岩田未来騎手とかに回ってくんねんね。そうですね。うん、中内田厩舎の馬な回ってきてんな。うん、もちろんもちろん、ね、いや、ね、サウジね、サウジ、ね、サウジかすいませんね、うん、川田さんとかいないから、ね、そう、あとまあアグリね、うん、アグリこの舞台で2連勝してますけど、2走前の2勝クラスは超スローペースでね、こんな内容で語れてももう評価できひんわって言ってましたけど、前走のロッコアイランドステークスはハイペースを2番手で押し切る非常に強い内容でした。うん、これは本物やなと思いましたね、前走でね。はい、これ先行馬でありますか？先行馬はなんかあんまりピンとこないんですけど、まあホーアマゾンは、うん、このメンバーやったらいくかな。ホーアマゾン、うん、まあアグリと、でもアグリとホーアマゾンぐらいしかいませんね。アグリが逃げるまでありそうなメンバーかなとちょっと思いますね。まあどっちも鼻にこだわらんからこそハイペースにならんかなっていうのも思いますしね。うん、まあアグリ人気しますけど、この展開面やったら有力やなと思いますね。まあちょっと人気にはならんかもしれないですけど、さっき名前出したから言いますけど、ホーアマゾンもこの阪神1400っていうのは得意にしてるんですけど、ね、ただもういかんせんね、状態が悪いな。そうですね、これね、今回も、まあ、競馬ブックの見解ですけど、意欲的な調整だがもっさり感が抜けきれずと、まだいい頃に比べると一息、馬体が太く見えるのは体型もあるが張りが物足りないというコメント出てるんですよね。うん、3走前のねスワンステークスも1番人気で10着に負けてますしね、うん、ちょっと復活があるんかどうかっていう、まあね、この人気やったら復活期待したいんですけど、ちょっと状態面に不安があるっていうのは気にはなりますよね。あとルプリューホールですね、うん、2走前のそのスワンステークス、そのホーアマゾンが10着に負けたスワンステークスで3着と、これね、重賞でようここまで走ったなってかなり褒めたと思います。まあ、もう馬群をさばけるかどうかにかかってくる馬なので、前走のように13着とかの不発はもちろんありますけど、決め手はこのメンバーに入っても上位ですよね。ダディーズビビとね、前走はもう明らかに戦力長かったと思います。1400の距離はもともとベストやと思います。1002にずっと使われてた時期もあるんですけど、私はこの場合は1004がいいと思います。実際2走前の信越ステークスも強いし、まあ、内回りコース、阪神の内回りコースかどうかっていうのはあるけど、まあ、2走前の新潟の1004っていうのも内回りコースですし、まあ、力はここで通用するものがあると思いますね。あと、そうやな、ホープールサインかな、前走1年ぶりでしたっけ、ね、まあ12ヶ月ぶり、12ヶ月半ぶりやな、12ヶ月半でこの鮮やかさですからね、ちょっと驚きの強さでしたよね。番組注目馬でもあるんですよ。まあ、1002がベストでしょうけども、1004でも、まあ5走前のオールカップとかでもね、一応 0.1 秒差2着がありますし。前走の強さを考えると、ちょっとここでもやっぱり通用してええなと思いますね。前走余裕でしたからね。ねえ、これすごい。でも、中間系、見た目は褒められずって、なんか、めったにないような。いや、まあでも、1年ぶりで買ってたら、それより下な状態はないんちゃうかなと思いますよね。意外性のある馬やから、割と人気もないし、検討したらちょっと味方につけたい馬ですよね。そうですね。あとは、まあ、里のラムセスか。前走、1400で、の適性を見出しましたよね。まあ、前走1分19秒8で20秒切ってる時計も早いです。ただやっぱりちょっとやっぱり、まあ、流れ早くなってほしいなとは思いますよね。だから先ほど言ったように、その先行勢が手薄っていう展開がどうなんかなと、その自力で差し込んでこれる力があるのかなというのは思います。実際姫のカリスもね、スローペースに陥ってもうて先週通用しませんでしたから、まあ、だから通用せんかったけど展開目に泣いたっていう形ですよね。はい、今回もその先週の京都牝馬と同様にああいう流れになることをちょっとありえると思いますから、ね、ありえそうですよね、うん、メンバー的に見てね、はい、そう思います、うん、皆さんコメントでも、ね、ラルラルビラーでも注目なんですけど、やっぱこれも展開がだいぶ大きく、ね、そうなんですよ、うん、2走前3走前の内容は非常に優秀ではあるんですけど、まあ、前走もね8着とはいえ33秒3使って 0.4 秒差やからよく追い込んできてるんですけど、うん、そうなんですよね、やっぱ展開の恩恵はあったら楽しみたい馬なんですけど、ちょっとそこは気になりますよね。はい、確かに自力で差し込んでこれるのかどうかっていうことですよね、うん、そんなとこかな、そんなとこですかね。こっちはなんかちょっと割と中心がはっきりしてそうなレースですね。そうですね、うん、確かにグレイン・グリーンも気になりますというコメントいただいてますが、まあ、1004はベストなんですけど、これもでも差しなんですよね。そうですね、差し一辺倒なんですよね。スタート悪いこともね多々あるしね、そうですね、決して当てにはならないですよね、うん、まあリレーションシップとかがこのローテーションに出てくるかどうかわからないですけど、もともとこの馬1004得意 で、ね、しかも1002でこうやって前行けてることを考えたら、この1004やったら前行けますからね。そうですね、うんうん、そういう展開面はいいと思うけど、まあ、中一周で出てくるかどうかっていうのはちょっとね、機種も決まってないし、そうです、ね、どうなんかなっていうのは思いますね、はい、うん、まあ、あとミッキー・ブリランテかな、もう明け7歳からね、ちょっと往年の力はっていうのはありますけど、でももともとこの阪神の1004っていうのは、1分19秒で走ってる、これ阪神カップですけどね、うん、1分10、え、阪神カップやったっけな、このレースやったっけな、あ、ごめん、2年前のこのレースや、2年前のこのレースの2着馬なんですよ、だから舞台は合ってるんですよね、まあ、あとは往年の力があるかどうかですよね。うん、でも今回のメンバーやったら、まあ先行力一応あるんですよね。3走前のスワンステークスを大バテしてるけど2番手につけてますしね、スタート決めればね、確かに2走前もあんま負けてないですもんね、よく見たら0秒2差ですもんね。そうなんですよ、だからちょっとその点はね、うん、ここまで人気なければっていうのはありますよね、うん、うん、はい、うん、以上ですね。はい、たくさんお話いただきましてありがとうございます。ということで以上、月曜日段階での阪急杯の馬キャラチェックでした。